なぜ市は、鹿児島県南部、奄美群島最大の島である奄美大島に所在した、市。県内離島自治体中最大の人口規模を有し、なぜ合同庁舎や大島市長などの行政機関、文化施設や商業施設、物流等が集中する、奄美地方の中核都市であったか、2006年3月20日、笠利町、住用村と合併し、奄美市となった。なぜという地名の由来は、 諸説あり、右往瀬、せ、地、大島の中字などの説があるが定説はない。なぜが正しい読みであるが、地元では濁らず、なぜと発音される場合も多い。2006年の市町村合併によって、旧なぜ市内の全域が、奄美市の地域自治区である、なぜとなり、住所表記は、なぜ市から町名に、地域自治区名を冠した、奄美市、なぜという表記に変更されていた。ただし、 地域自治区の設置期限は2016年3月31日までとなっており、それ以降の住所表記は地域自治区名を除いた奄美市となっている。奄美大島の中部に位置し、東は大島郡立郷町、西は大島郡山戸村、住用村に接し、北は東品海、南は太平洋に面する。中央部は山林、原野で覆われた高原となっている。 鹿児島港から最内海上383キロ。市街地の密集度は鹿児島市に次いで高く、地下工事価格も鹿児島市に次いで高かった。本土並みの商業、公共施設が揃い、アーケード街等も充実している。奥に川通りを中心とした飲食店街があり、経済圏は奄美群島全域に及び、人口等を除けば、実質鹿児島第二の都市とも言えた。 1657年、日本初期の城に、海三島と見えるのが初見。古代には、県東市南路の中継地として、古代国家と接触があったが、軍教は設置されなかった。やがて忘れられ、中世には、アジが、発生、15世紀に、琉球王国の支配下に入る。1609年、薩摩藩の琉球征服により、1611年、薩摩藩の直轄地となった。 突起なき場合、日本の歴代市長、市政志向100年の歩みなどによる、小学校、中学校高等学校なぜ市配し時点には、下記があった。市外局番、0997、ありがとうございます。